いやー、せつなきゅうすきだよ。というわけで、恨みっこ好きのヒーダンツ第4話、第1話だ。どうしても第4話って言ってしまうのは、ちょっと4っていう数字になれどうかなかな。お、いきなり人形。もうこの人形が毎回毎回やたら現れてくるんやけど、何なのこれ。え、人形。一人ぼっちの四季子。またこのパターンか。誰かに自分を知ってほしい。なんだこれ、しぎこさんのテーマか。しぎこさんのテーマだ。アニメ化するか、しぎこさん。一人ぼっちの怨霊。また語ってった。あいつ、しぎこさんのことを伝えに来ただけかいな。本当存在価値が薄いぞ、あいつ。行っちゃった。一人ぼっちの怨霊、村岡さんのこと。あれは四季子さんの使い魔とかそういう話じゃないんかな。それとも四季子さん、こいつ操ってさ、遠回しに自分とは関係ない人が自分のことを言ってるみたいな感じにやってるの、なんか嫌な感じやな。戻ってきた。闇の木造工事だ。みっちゃんどこにいるの。よっしゃ、早めに合流したいぜ。おっ、なんか呼んじゃった。村岡が仕組みから現代へ帰れると教えてくれた。だがやはり村岡のことが気になり、引き返そうと思う。あいつは何を考えてここに残ろうとしているのか。恨みっことはなんだ。平田さん、恨みっこのことを知ってたんだ。でもこの文章、村岡さんが仕組みのことを教えてくれたの。はじめは助けようとしたってことなの。どんどん謎が出てくるパターンやな、この手紙で。とりあえず先に進まなあかんけど、ここ何組、3年仕組み。お、三倉さん、誰だ。このオレンジの文字は来た。西野さんだ。あ、出てきたんじゃ、一人で。あの放送室におったはずやし、熱は大丈夫。熱は、あなた三倉さんでしょ。誰、どうして私の名前を。そうか、知らんのか、直接の面識は知らんのか。名前は聞いたことあるけどみたいな。小林さんから聞いたの。みっちゃんに。私は3年 B 組の西野由衣だよ。は？西野さん、三倉さん、小林さんが探してたよ。小林さんは今別の校舎にいるの。私の一緒に行こう。ま、待って、あなた本当に西野さん？あ、そうか、それ偽物かもしれんっていう疑惑がちょっと残ってしまうんじゃ。自分の偽物を見たって言いよったもんな。自分の偽物を見た友達がおるって考えたら、あ、そのこと知っとんかな。まあいいや、ごっちゃになってきたけど、とにかくちょっとシコさんが怪しいと思ったらさ、そのシコさんの使い魔かもしれんって思ってしまうから、その怖いところ。だいたい西野さんのは見たことないからな。本当にこれが西野さんの見た目っていうか分からんからな。え、どうしてそんなことを聞くの。だって6日間もこの場所にいて大丈夫だったの。あ、そういうことか。それ、こんな場所に6日間もおったら気が狂ってしょうがないだろう。あの、自分が好きな安藤くんがさ、バカモンになって歩き回ってたりするからな。もう、精神が崩壊してもおかしくないような状況に6日間もおったわけですな。え？ 6 日間？あ、でも西野さんからしたら、その6日っていう時間を知ることができんけんさ。しかもさ、初めて会った人になんで6日間もおるって知ってんのみたいな感じで思われる。そっと、ちょっと不協和音が生まれるかもしれません。私、そんなにここにいたの。そうだよ。どうしよう。多分今のどうしようはさ、初めて話すから
何を話せばいいかわからないというあれかもしれん。意外とさっちゃんも人見知り。でも西野さんは教室の中に入ってこれた。本当に怨霊じゃないのかも。でもさ、これまでさ、ルールを全部どんどん潰してきた。セオリーをどんどん潰してきた角の日やけんさ、音量がドア開ける時代が来るかもしれんよ、今回第1話は。ごめん、西野さん、変なことを言って。ミッチェの場所を知ってるの？うん、知ってるよ。じゃあ、案内してくれる？いいよ、小林さんのとこまで行こう。いや、待てよ。いや、なんで西野さん知っとん場所、小林さん、みずほちゃんの場所。みずほちゃん結構いろんなところ移動してさ、多分西野さんが、まあ、把握しないというかさ、予想もしないような場所に行っとったような気がするんやけど、なんでそんなさ、知ってるよって言えるん。なんか怪しいぞ。西野さん、しきこさんが作り出した偽物説出てきとんちゃうん、これ。これ偽物の西野さんじゃない。大体西野さん、ちょっと真面目な子やけんさ、ここにいてって言われたらさ、ずっと動かずに折れそうな気がするんやけど。あれ、待ってよ。そもそも二つ前のさ、第3話の最終回さ、放送室にさ、行ったら、おらんかった、西野さんおらんかったみたいなパターンあったやん。あれ？本当に偽物なんじゃねえって思ってきた。どうして？西野さん、話したこともなかったのに。私の名前、すぐに分かったみたい。もしかしてだけど、もしかしてだけど、この西野さんは偽物なんじゃないの？絶対そうだろ。私の名前を、どういうことなんだろう。さあ、もう西野さんが、この西野さんは偽物だってことが、もう丸分かりな状態で済んでいきます。小林瑞穂を探す。みっちゃんはどこにいるのか。時系列的に今がどんな時期なんかわからんけどさ、もしかしたら瑞穂ちゃんもう4年の方に行った頃じゃないかな、時間的に。わからんけど、つまりさ、会うにはどうにかして4年への行き方をわからんかったらいかんみたいな、そんな状態になっとんかな。教室の引き戸が壊されてる。あ、そうか、初めて見るんやな。私と一緒に引きずり込まれた安藤くんが音量になって壊しちゃったんだよ。音量が教室に入ってくるようになったんだけど、今はチャイムが鳴ってないから大丈夫みたい。なんで鳴ってないんだ。怪しい。あ、そういえばチャイムが聞こえないね。チャイム止めたな。シーコさん、チャイム止めたな。自分の仲間がうろつっきょけんさ。チャイム出た。木島さん、木島さんか、これ。あ、ロングヘアの木島さんか。いくらさー、友達、友達。やだ、友達っていう言葉を押し付けてくるよ。言って去っていくやつが多いぞ、今作。今回、人形といい、今回の木島さんといい、友達って言葉をどんだけ強調してくるのか。え？行っちゃった。あの子、襲ってこなかったね。三倉さん、あの子と友達んの？今のを見たらさ、友達だったとしても友達じゃないよって知らを聞いたくなるね。うん。この運のいいかな。絶対友達なんだけど、あんまり友達だと思いたくないタイプの友達だみたいな感じのことを思いながらの運だな。俺には分かるぞ。俺リアルでこういう運の言い方たくさんやってるからな。木島さんもずっとここにいたんだ。ここで死んだから成仏でもできないってこと？どうにかならないものかな。そうなのは嫌だ。そして瑞穂ちゃんを探すのに再会。テンション高いけど、あんまり未来は明るくないぞ、今。長いな、廊下。3年4組の方に行ける。すごい静かだね。
そうやな。歩きよったらチャイムが流れてきて、チャイムが流れてくることに怯える、これまでとは全然違う。サイレントヒルだ、サイレントヒル。地獄のチャイムが鳴ってないの？ミクラさん、青チャイムはいつもにか鳴らなくなったんだよ。私にはわかる。この学校に何かが起ころうとしている。なんか怖いこと言い始めた。なんか怖いことを言い始めたよ、西野さんが。この学校に何かが起ころうとしているって予兆を感じ取るって、何かに目覚め始めたよ、この西野さん。だってそうだもん、偽物だもんな。引っ越さん側の人間だもんな、これ。え？何が？この学校には二つの怨霊がいるの。地獄から来た怨霊ヒコさん、殺された少女の怨霊恨みっこ村岡ヒコ。はじめはヒコさんの方が圧倒的な力を持っていたんだけど、いつの間にか村岡ヒコの力が強くなってきたみたい。それでヒコさんは自分が利用されたって思ってる。だからこの学校そのものをなくしてしまおうとしているんだよ。に西野さん、どうしてそんなことを知ってるの？なんでだろう。え？私なんでこんなことがわかるんだろう。ちょっと言い過ぎたなって覚え始めてさ、じゃあ自分がメルヘンなんか力に目覚めたみたいな設定にしとこうみたいな感じで思ったな、これ。とりあえず自分が力に目覚めたからこんなこと言ってるんだよってごまかしを始めた。絶対ごまかされんぞこんなんだよ、普通は。しかしミクラさん、私アウトの名前分かったの。初めて会ったはずのアウトの名前が。私どうしちゃったんだろう。どうもこうもないわ。そりゃシキコさんの手下だからな、お前は。西野さん、ミクラさん、私怖い。これさ、何もかも分かっとるくせにさ、分かってないふりをするこいつも怖いわ。ある意味違う意味でな。大丈夫だよ西野さん、会ったばかりだけど私たちもう友達だよね。いや、こんな簡単に友達作れたら俺どんだけ友達おるんだ今頃。でもいないんだよ、それが現実だもんな。こっから一緒に帰ろう。みっちゃんならこんな時そう言ってくれるんだろうな。行こう西野さん。うん、ありがとうミクラさん。さあ、この鬼瀬野さんがさ、どんな感じで正体バレるかっつもちょっと気になるな、今回、今後の展開。そして瑞穂ちゃんを探すぞ。なんかちょっと嫌なもんないか。黒板になんか映っとったように見えたけど気のせいだった。さあ、でどんどん進みましょう。ミクラさん、外を見て。え、どれどれ。校庭が青い水で水浸しになってるよ。わ、大洪水。もうこうなってしまったらシコさんのターンだ。もうシコさんの力はこれがどん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 増強しようっていう、それの表れってことだろう、これ。あれはプールの水が溢れてきたんだよ。シコさんはプールの穴からやってきたんだって。プールの穴。さてどうなることやら。プールの底には地獄の穴が開いていて、シコさんはそこから来たんだよ。私と安藤君は村岡さんに騙されて地獄の穴を開けちゃったの。村岡さんが。プールの底、地獄に溜まっていた青い水が一気にシコさんに流れ込んだ。それで巨大な怨霊に変わったんだよ。そうなんよな。でもそれはヒコさんが望んだことじゃなかったの。望んだことじゃない。西野さん、どういうこと。あの怨霊にも何か目的があったの。
わっ、来た、なんかが来たぞ。キャン、ミクラさん、気をつけて。え、走って、ミクラさん。いや、ちょっと石野さん、6日も降りすぎて、こういう非常事態にも慣れ始めてきとるぞ。これ全然動揺しないで。だってね、そうだもん、こいつは偽物だもんな。絶対に振り向かないで。あれ、俺いつセーブしたっけ。あれ、俺セーブしたのいつだったっけ。振り向くと死ぬっていうだけ、一回振り向いてろかなって思ったけど、セーブしたポイントがだいぶ前だったような気がする。戻すのはものめんどくさい、戻すのがめんどくさいから、どのままどんどん走れ走れ走る走る俺たち。西野さん、何が起こっているの。後ろに何がいるの。ミクラさん、今は走って、振り向くと死ぬ、振り向くと死ぬ、うわー、振り向かなくても死にそうです。耐えた、なんか手伸ばしてきたけど耐えた、耐えたね。わー、回避、カオスうまい、カオスうまいぞ、反射神経はいいぞ。みずほちゃん、みずほちゃんじゃないな、間違えた。さっちゃん、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 さっ、そこは右だよ。右じゃないわ、右が壁だ。やり、あ、ここか、ここかじゃないわ、俺放送室の方行ったんかと思ったけど違うんか。そこ換気、換気口に入って。いきなり換気口に入ってって言われてさ、素直に入る、さっちゃんもさっちゃんだよ、怪しいよこれ。え、これもしかしてこのまま行ったらみずほちゃんの方行けるんちゃう。そんな気がしてきた。逆に言えばしきこさんが自分の方へ向かうように仕向けてきとるような気がしてきた。やっぱり西野さんは、西野さんは、西野さんは偽物だ。しきこさん、遠くなったみたいだね。あの大きさじゃさすがに換気口の中には入ってこえないよね。それだけが理由じゃないよ。え、どういうこと。どうもこうもない、俺は知っている。とにかく先に進もう。俺は知っている、それだけが理由じゃないの。もう一つの理由の何かっていうの知っているぞ。みんなもうすうす分かっているだろう。そうだ、近づいてきてる。この校舎は何か今までと違う感じがする。おっと、ちょっと感じ始めてるよ。さっちゃんもこの非常事態に感じれるような体質になってきてるよ。覚醒し始めてるよ。この先に小林さんがいるよ。進もう、ミクラさん。まだ気づかない。西野さんがちょっと偽物つうか、執行さん側の人間だとまだ気づかないぞ。あ、あれ、動画が硬い。えい、あ、A で開くぐらいの硬さだったんじゃ。適度な固め方したんや。え、うわあ、青い水が、な、なんなのこの校舎。シーコさんが怒ってる。え、闇の木造校舎を作り出したのはシーコさんだけど、この4年生の校舎は恨みっこの場所なんだって。恨みっこの場所。わあ、呪われてそうだな。恨みっこの場所、何十年もお互い干渉しないでいたのに、シーコさんはここに踏み入れようとしている。きっと恨みっこがシーコさんを怒らせることをしたんだよ。村岡さんが、とにかく先へ進もう。小林さんはこの先にいるよ。うん、西野さん、シーコさんしか知らないことを知ってる。おっと、だんだん気づき始めてるぞ、さっちゃんも。まさか。いいぞ、頭いいぞ、さっちゃん、気づき始めてるぞ。おっ、高闇の木造校舎には4年生の校舎が存在している。
中学4年生、これはどういうことなんだ？何を伝えようとしてるんだ？あ、これは第3話の最終のところでも見たやつやな。みずほちゃんが見たやつやな。4年生校舎。平田さんもここまで来たんだね。よし、近づいてきとるぞ。だんだん近づいてきとるぞ。こっちかな。おっと、てかもう4年0組に来てしまったんじゃ。もう進め進め、この先だ。みずほちゃんはこの先だ。進め進め。ん？あ、あ、そうか。一体どっか動い、なんこれ人形たちの会話みたいな感じ別コーナー始まってきたんやろこれ人形たちのトークが始まるんだよこれこの人形って、あ、ちゃうんかい。こいつらの会話が出て始まるんかなって思ったからちゃうんかい。今までに死んだ人たちだよね。あ、文字が白になったってことはこれみずほちゃん。3年 B 組担任、内田久美子先生。3年 B 組野球部、安藤京介くん。3年 A 組、木島加奈子さん。ん誰こいつみたいな感じになってそうか、合ってないもんな。みずほちゃん合ってなかったっけ。みずほちゃん、これは誰今回引き継ぎ込まれた人じゃないのかな。ここにあった人形は動き出した。確か女子生徒の人形、あれは村岡志子の人形。あ、志子さんだったんだ。あれ、みっちゃん。え、お、とうとう、え、む、村岡さん。え、村岡さんじゃないよ。みっちゃん、私みっちゃんを探しに来たんだよ。ほ、本当に本物のおさっちゃん。あ、そうか、偽物見たもんな。みずほちゃん偽物見たけんさ、ちょっと疑心暗鬼になるわなこれ。ちょっとこういう会話になるわな。うん、さちだよ。あ、さっちゃん、どうしてここに。あの電話を聞いてみっちゃんを助けなきゃって思ったの。私、みっちゃんのおかげで学校まで来れたんだよ。そうだったの、ありがとうさっちゃん。見たか、しきこさん、これが本当の友情じゃ。小林さん、西野さん、どこに行ってたの。私、放送室で寝ていたはずなのに、いつの間にか2年5組の机の下にいたの。途中で三倉さんに会ってここまで一緒に来たんだよ。に、2年5組に。どうしてそんなところに。わからないの、西野さん。わからないって。でもその後からこの学校のことをいろいろわかるようになったの。不思議な力だでな。え、志子さんが地獄から来たこと、この4年生の校舎のこと、そして恨みっこのことも。西野さん、どうしてそれよ。敵側だからだよ。みっちゃん、西野さん自身も分からなくて不安なんだよ。ごめん。謝ることはないぞ、こいつは敵だぞ。西野さん、知ってることを話して。うん、やばい今回のパートめちゃくちゃ長くなってる。よっしゃ、こん話してのところのさ、全貌はさ、次のパートに回します。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。終了ゲーム。
西野さん、本来知らんはずの情報をベラベラ喋っておいてボロ出してしまったなぁと思い始めたら、自分の力が目覚めたみたいな、そういう発言しやがって。そんなんじゃ通らねえぞ。視聴者のみんなもそう思うよね。でも俺、西野さんのジャージ姿可愛いと思うけん許す。